たいって言ったね。そういう冗談言うやつたまにいるけど、本当に行くとは思わなかったな。ペットボトルでできたアホらしい名前の船に、ありがとう、寄せ書きをしてくれって言ったね。関わり合うのも正直気が引けたけど、太いペンでこんな風に書いた。お前に届いたかな。どんよりした曇り空でも Don't worry。 根拠もないのに失礼だったかな。なおえつから引き潮に流されて、ロシアの方まで消えてった。ロメがちなお前はそう言ったけど。
深刻な顔で毛布にくるまってる姿、ワイドショーで謝ってるお前の家族、初めて見たけどそっくりなんだね。でも問題は、小鉄さんどうもありがとうございます。そしてエリーダスマンからダンスマンとダンナマン、どうもありがとうございます。発表する作業バンド、便利を取るようで、すいません僕が喋ってしまって、ありがとうございました。ありがとうございました。そして長野からジエンド桜井智丸さん、ありがとうございます。ジエンドのやってる時は木の股くくるっていう芸名を一応考えたんですけど、なんか最近変えましたよね。タピオカ流れっていうなんか木の股くくるに戻しましたので、戻したお見知りおきをよろしくお願いします。どういうこと？やっぱタピオカの流れで変えようと思ったけど、やっぱりタピオカのブームが過ぎちゃったね。過ぎちゃった。そういうことじゃなくて、自分が周りにどれだけ迷惑をかけて生きてるのかってことだと思うんだけど、退屈な世間キックする